はい、パイテアオチャンネルママでーす。はい、今回はなんと初めてパイテアオチャンネルスタジオで撮らせていただいてます。イエーイ。こちらのスタジオはね、クヌートカフェさんの2階にあります。ハイギングブロックと言います。ハイギングブロック、ブロックめっちゃおしゃれじゃないですか。おしゃれに見えるでしょね。でこういうねスタジオをちょっとお借りして今日は紹介したいギアがあります。今回、リニューアルされたエスカルゴマットを紹介したいと思います。こちらがリニューアルされたエスカルゴマットです。前回の、発売されてたエスカルゴマットも持ってきてます。ちょっといろいろ比較して紹介していこうかなと思います。で、エスカルゴマットってもともと布団屋さん、大阪の北沢株式会社さんっていう布団屋さんが作ったマットなんやけど、このその芯になってる素材、エアラッセルっていう素材なんだけども、すごい高反発やねんけども、そんなに反発力がないようなちょっと不思議な素材で、で 95% が、空気でできてる。そうだからすごい通気性があって、夏は絶対蒸れない、そのまま寝転がっても蒸れないマット。で第1弾のこの茶色い方のエスカルゴマットが嬉しいことに完売しまして、で今回新しくリニューアルして帰ってきましたよ、エスカルゴマットが。リニューアルした部分はこの持ち運び用のバッグがついてるんですよ。でこのバッグなんとオレゴニアンキャンパー、皆さん知ってると思います、オレゴニアンキャンパーさんとコラボして作った、この面だけは面せがれになってるバッグなんですけど、ただのバッグじゃなくってこのまま洗濯できるんです。なんとこれめっちゃ嬉しくないですか。これはもうめちゃめちゃいいテーマだと思います。そう、あとはエアラッセルの、もともとこう第1弾は薄いのが2枚重ねになってて、すごい柔らかかったけど、2個目は1枚でしっかり凝縮されたエアラッセルが使われてるマットになってるから、ちょっと一回り若干大きくなったんやけど、寝心地がもう最高に良くなってます。もうどんなラウンド、どんな地面でもこれ1枚あれば砂利でもいけるんですか。そう、砂利でも全然もう底つき感なく、このマット1枚で普通にこれだけ引いて寝たけど、全然もう底つき感ないし、もう地べたで寝転がれるよ、これあったら。自信持って言えます。まあコットの上はもちろん、まあ空地面、このフローリングでも気持ちよく寝れるし、一回ほんま寝転がってほしい。みんなにもう絶対欲しくなるから。あ、生地が黒になったの、それってめっちゃ良くない。前はこのダークブラウンっていうかちょっと濃い茶色やったけど、今回はもう真っ黒になって、まあバッグも真っ黒やったけど、ほんまに真っ黒で、今このブラックキャンパーさん増えてるじゃないですか、だからもうブラックキャンパーさんおすすめ。真っ黒。いや、とにかくこの通気性の良さと、冬はやっぱりこの空気を閉じ込めてくれるっていうのもあって、保温効果があるんで冬もあったかく寝れます。まあ、ちょっとメッシュ、このメッシュのこの目がちょっと大きいから、細かい砂利はちょっとたまに入ってしまうけども、まあそんな地面に、砂利の地面に
聞く人なんて多分いないと思うからその面はまあ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 よしとして、ホットに弾くんはもうおすすめ、超おすすめ。これを弾いて、なんかあのタオルケットみたいなの弾いて寝たらもう多分秒で落ちます私家でも使ってるんですよ、 寝心地が良すぎて。これ弾いてたら腰痛くならないし、どんだけ寝てもあの体にこの地面からの圧みたいなのがなくなるから、ずっとゴロゴロ、気づいたら子供が頭乗ってるからここそれぐらい気持ちいいマットになってます。で、あとタグが前のやつはなぜかあのシール貼ったみたいなペタッと貼ってるだけやったけど、今回はしっかり縫い付けてあるんで取れる心配はございませんでも多分今回も数量限定の、じゃあ売り切れたらもう再販は、再販しないと思うんですね。だからもしかしたら作ってくれるんかもしらんけど、その辺はちょっとわかんないです。なんでちょっと気になった方急いで、ちょっともう発売されてるんで、公式サイトあるんですよ、エスカルゴマットのホームページあるんで、そちらでチェックしてみてください。実店舗販売のみになってしまいますというエスカルゴマットですけど、パパさんは実際に寝てみてどうでした？私？うん、私寝ましたっけ寝てないっけ、寝たやんリビングであでも一晩寝てないから、寝させてない、寝させてほしいあ、それはもうぜひソロキャンプに持ってって寝てみてください。2枚使いますわ。え、どっちか置いとってくれな、私寝られへんや絶対俺茶色い方渡されるよ絶対茶色い方やだからもうこれはほんまに底つき感ないから、ほんまにびっくりするぐらい。ママさんおすすめの使い方があるんですよね。そう、よくぞ聞いてくれました。ちょっと一回やってもらっていいですか？はい、ちょっとやりましょう。このマット190cm 長さあるんですけど、私身長160ないんで、いつもこの頭の部分をこう2回ぐらい折ります。で、ここを枕にする。で、実際こうここに頭をねこうして、これで私ちょうどいいんですよこれでめっちゃもうここも枕とマットのワンセット、ワンセット、これ1枚、これ1枚で完結しますそう、だからもうこれさえ持っていけばどこでも寝れるんよ。はい、こんな感じでどうでしょう。はい、パワーアップして帰ってきたエスカルゴマット、ぜひ皆さん店舗の方に足を運んで見てみてください。実体験してみたらもうすごいすぐ欲しくなると思います。ぜひぜひお試しください。どうでした実際初めてのスタジオ撮影。いやもうなんやろ、おしゃれになったんかなって勘違い勘違いではない勘違いさせてもらえる、あのなんかテンション上がるよね。いつも全然ますもんね雰囲気が。うん、なんかほんまに撮影来てるって撮影来てる撮影しに来てるっていうのが。確かに女優ライトも入ってる。そう、女優ライトも違うけどもうなんか美しく見えてるんちゃうかなって画面で見る限りではめちゃくちゃ美しい。あ、そっち画面で見る感じではめちゃくちゃ美しい。いやもうもう毎回撮りたいここで家で撮ると大変ですもんね。うん、大変。一回映ったらあかんものが映らない、セッティングはね、どうぞ描くとねみたいな、照明とかもね、その周りはもうめちゃくちゃくちゃまあ大体そんなもんですよね。ちゃん、どうちゃんと見せるかね
ったらもう完結するもんね。そういう意味ではスタジオはやっぱすごい、うん、すごい照明とかもなんかちゃんと考えてこう当ててくれたりとかして、まあ、うまいこと当たってるかとかね、まだね、いい感じで、まあ、影とかもね、力もありますけど編集の力、ね、いやいやもうすごい影とかいろいろこっちから当てたらこうなるとかね、いろんなことしてくれてありがとうございます。漏れてたらいいですけど全然帰ってから漏れてなかったちゃうってもうモザイクわーっとして想像してたのちゃうよって、そうそう変なおっさん映ってるからずっと全部ずっとこう真っ暗のラインが入ってバーンってなってるくらいの、いやいやもうほんまにこういう使い方もできるっていうね、うん、素晴らしい。でもなんかね、うん、いい感じで使ってもらえたらね、はい、ね、その問い合わせ的なのはインスタからとか。そうですね、あの公衆電話からテレフォンカードで、カフェの方と、はい、まあ、一応うちがやってるヘアサロンとスタジオは、まあ、電話番号一緒なので、まあ、かけていただいたら、うん、どっかにご用件をいただいたら、あのカフェでも美容室でもでこのスタジオでもつなげるようにはなってるんで、まあ、全然かけていただいたらご予約もできますし、はい、まあ、見学、まあ、まずなんか使いたいなと思ったけどどんな感じかわからないなっていう方は、まあ、とりあえず見学していただいたらいいかな。まあ、見学も一応予約いただいた方が、ね、使ってらっしゃる日があったら週に来てもちょっとできない場合あるので、はい、予約していただいて見学していただければ、はい、そんな感じになってます。はい、ぜひぜひぜひ問い合わせしてみてください。はい、素敵なスタジオですので皆さん気になった方問い合わせよろしくお願いします。ありがとうございました。楽しかったです。